イオングループ4イオンリテール4シェカルフール、イオンマルシェ4シェ株式会社は、スーパーマーケットのカルフールを運営していた会社である。2010年12月1日、イオンリテールに吸収合併されたが、イオンの店舗ブランドは維持されている。キャッチコピーは、嬉しい発見、嬉しいプライス。かつて、フランスのカルフール SA の日本法人で、フランスを拠点に展開されている。 ハイパーマーケットチェーンのカルフールを日本において運営していた。この項では2010年3月9日まであった日本のカルフールについても記述する。なお、スーパーマーケットのイオンに関してはイオンを参照。カルフール幕張旧賞はカルフールジャパン株式会社でフランスのカルフール SA が日本進出のために日本で設立した現地法人であった。 カルフール SA が当社を設立した上で2000年に日本国内一号店となるカルフール幕張を開店し日本進出を果たした。当時、総合小売業への外国資本の参入が珍しかったことや、卸を通さない直接取引での価格破壊を目指したことが流通革命につながるとして注目を集め、黒船襲来と世間を賑わせた。カルフールは 交差点の意味があり、本国でのカルフールの特徴であった、オートウォークと呼ばれるスロープ方式のエスカレーターや、インラインスケートを履いた案内係が、日本のカルフールにもそのまま導入された。しかし、日本人の強いナショナルブランド志向や秋っぽいなどの特性をつかめなかったことや、日本企業も多数大型ショッピングセンターを開店しており、競争に打ち勝てなかったことなどから業績が思うように、 伸びず、店舗も1号店のカルフール幕張を皮切りに、南町田、光明池、佐山、美濃、甘崎、東大阪、赤種の8店舗を展開したものの、進出当初の目標だった2003年までの13店舗の開業は果たせなかった。また、大田な地方などの規制が日本に当時は根強く、存在していたことも失敗要因の一つである。 他店舗展開の失敗に加えて中国での事業が好調なことへのさらなる投資や本国フランスで他の安売り店に押され業績不振であることを打開するための投資が必要となりその原資調達の手段として不振が続く日本事業の経営権を日本法人であった当社を売却する形でイオン株式会社に譲とした当社はイオンマルシェ株式会社に解消し カルフールの店舗は継続されたものの事実上、進出から4年で、カルフール SA は日本から撤退する結果となった。本社は、当初は赤坂ツインタワー東館18階にあったが、2005年9月26日に、千葉市のンタワー11階に転、その後イオン幕張店にデリテールとの、九州合併まで本社を置いていた。イオン幕張店2005年3月10日に、 イオン株式会社に売却され、同日、現象号に変更、イオングループの参加となった。この時、カルフール SA とイオン株式会社との間で、交わされた提携契約により、同日以降もカルフールブランドは5年間は継続されていた。イオンマルシェ時代のカルフールについては、イオングループとしてのカルフールを参照。しかし、2010年3月9日をもって、 カルフール SA との店舗名称使用ライセンス契約が期間満了により終了した。そのため2010年3月10日から店舗名称をイオンに変更し日本におけるカルフールブランドは消滅した。なおイオンという店舗名はすでにイオンリテールが同名のスーパーマーケットで展開しているが総合スーパーでは当社が初めて使用する。なお 2010年4月より、イオン九州も、イオンの店舗ブランドの使用を開始した。そして、2011年3月1日までに、イオンリテールがマイカルを九州合併したのに伴い、ジャスコ、サティなど、イオングループが展開していた GMS の店舗ブランドは、イオンに統一された。イオンへ上等された際に、代表取締役社長が、本国から出向していたロイック・デュボから、 イオン株式会社の全専務執行役、平島福祉に交代。その後、2007年5月には、イオン、九州前、専務取締役、ジ岡後に交代。2009年4月12日付で、イオンリテールの前中部カンパニー総務部長、末津綱さんに交代し、イオンリテールとの九州合併まで務めた。 2010年8月にグループの総合スーパーを展開する当社及びイオンリテールマイカルの統合及び総合スーパーブランド名のイオネ統一することがメディアを通じて報道され正式発表より先行していたが同年10月6日にイオン株式会社が正式にイオンリテールマイカルイオンマルシェの統合並びに店舗ブランドであるイオネの統一を正式発表したそして 同年12月1日にイオンリテールがイオンマルシェを吸収合併した。イオンマルシェ運営店舗はすでにイオンに衣替えしているため合併後も現行の店舗ブランドのまま展開する。イオンマルシェに社名変更してからは従来通りカルフールの店名を用いてカルフールブランドの商品群体輸入食品を取り扱いつつも店舗経営に関してはイオン株式会社の手法が 次々と導入され、イオングループ各社に準じたサービス内容に変化していった。イオングループのプライベートブランドであるトップバリューの取り扱いをはじめ、他方カルフールブランドの商品や輸入食品については順次扱いが少なくなっている。割引特典についてもカルフール独自のサービスであったマンデークーポンを2006年9月25日で終了し、 代わりに2006年2月10日から毎月10日をカルフールデートして買い物客一致率にレジにて商品ごとに5%値引きするサービスに変更した。別途イオンカード決済の場合にはイオンカードのサービスであるときめきポイントを通常の2倍付与するサービスが行われる。また、クレジットカードも1号店開店当初より日本審判と提携し、 カルフールカードを発行してきたが2005年7月からイオンクレジットサービスによりイオンカルフールカードを発行し有待日を設定して会員特典サービスを実施しているイオングループ共同の販売キャンペーンへ参加しイオンフェスティバルではフランス直輸入の商品を日本全国のジャスコマックスバリューサティなどでも販売するフランスフェアが実施されたこともあるスシステムでは カルフールシステムから4新店舗システムに変更。これに伴い、日本のスーパーマーケットチェーンストアにはない、店舗からの商品発注、在庫管理を専門とする部署、オーダープールが廃止された。トラックヤードでの商品に受けとバーコードスキャナ検品、伝票称号を専門とする部署、レシービングヤードは、部署名は残っているが、商品に受けと研修、伝票管理をする、 商品管理となった。商品の調達は、イオン物流センター経由となった。ポスシステムの変更に伴い、ポスターミナルは、イオングループ共通のものに交換され、日本国内のスーパーマーケットで、一般的なレジカウンターが設置されたことにより、欧米式のベルトコンベア型レジカウンターは廃止された。イオングループ各社のスーパーマーケットで行われている、買い物袋、スタンプカードや、 イオンデーは少なくともカルフール店舗であった2010年3月9日までの間には当社では実施した例がない。フランス資本の時代には日本人の平均的な身長では届きにくい高所に商品を陳列したり、また店員がローラースケートで店内を移動するなどの光景が見られたがイオングループの経営になってからはローラースケートの使用2006年に廃止した。 レジ袋に関しても、カルフール専用の袋からイオン共通のロゴタイプの袋に改めることで、コスト削減を図ると同時にレジ袋でもイオングループの店舗であることを強調する。インラインスケートでの店員の移動は2007年までに行われなくなっている。バックヤードと売り場との境界扉は、3段シャッターが上下に移動して開閉となる自動扉であったが、 イオンへの店名変更に合わせて、日本で主流の手動観音開きに付け替えられた。毎月20日と30日に、イオンカード各種、イオンオーナーズカード、イオンシニアクラブカード、イオン銀行のイオンバンクカードのいずれかを、店頭レジにて提示し、支払いを、現金、ワオイオン商品券、マイカル商品券、イオンギフトカードイオンカード各種のいずれかで行った、場合には、 商品ごとに5%割引となる。和音で支払いの時はカードを提示しなくても良い。毎月5日15日25日の後のつく日に、イオンカード各種での支払いで、ときめきポイントが200円につき1ポイントのところ2倍の2ポイント、付与か、和音での支払いで200円につき1ポイントのところ2倍の2ポイント、付与される、お客様ワクワクデーがある。なお、毎月10日の、 ときめき W ポイントデーのみ以前と同様継続される。前述のライセンス契約終了に伴い全店舗が名称をイオンに変更した。カルフール店舗の旧名称は西洋式に習い、カルフール店ではなくカルフールとなっていた。カルフールは専門店街を含めたショッピングセンター全体の名称であることからカルフールの売り場部分を ハイパーマルシェとして区別することもあった。イオン天マガ店無料、シャトルバスイオン店舗画像ギャラリー、編集キュカルフール店舗画像ギャラリー、編集。ありがとうございます。